おぞましい貯蔵庫バックウォータースワンプにて本日は FPS 低めでお送りしております。というのもですね、ニンテンドースイッチで、お、なんだ、あいつ、カチカチしてる、挨拶かな。こんにちは、おー、いっすいっす、ちょっとついていこう。よし、この子も、ニンテンドースイッチ版デッドバイデイライト発売決定を祝っているんだね、一緒にやりましょう。はい、というわけでですね、ニンテンドースイッチ版の、なんか、ニンテンドーダイレクトでね、デッドバイデイライトが出るということで、ちょっと映像とかも、開発中の映像とかもね、流れておりましたが、失礼しました。なんだろう、パソコン版のデッドバイデイライトだと、FPS と呼ばれるね、画面のそのコマ送りの精度の高さ、精度の高さって、きめ細やかさがね、パソコンだと 60fps まで出るんですけれども、PS4 版だと30ぐらいみたいなんですよね。で、Nintendo Switch って PS4 以上にやっぱりパソコンのスペックがあまりよろしくはないはずなの。パソコンのスペックじゃ、マシンのスペックがあまりよろしくはないはずなので、ちょっと待ってね。直せるかな。FPS が25とか20ぐらいになるんじゃないかなとかちょっと思ったりするんですよ。で、あと、デッドバイデイライト自体の画質も低にしています。一番低めの画質で、かつ FPS はまあまあ低めにはなるかなと思いまして、それを想定したこの、なんでしょうね、映像になっているかな。ちょっといつもよりちょっとね、カクカクはしてると思うんですよ。カクカクすると何がむずいって、このまずスキルチェックがぬるんって滑らかに来てたのが若干カクカクするので、まあそう、ケイトのように屈伸修理を、腹筋修理って言いかけた。屈伸修理をね、する方が、まあ、無難かもしれないと、なかなかね、難しくなるんですよ。なので、ルインがまあ強いんじゃないかなっていう感じですよ。スイッチ版は。それで、あと、サバイバー的には、よいしょ、FPS が低いと、ちょっとね、この、絶妙なタイミングで、履くことを要する、デッドハードですね、がちょっときついかなと思いまして、今日は久しぶりにスプリントバーストをつけてきております。と、これハントです、戻ってきてんな。まあ一発切って戻ってくるタイプのやつね。まあ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 、上等手段よね。ちょっと救うのやめときます。地下なので、きついよな。一旦やめて、これは修理かな。まあ、またしつこく戻ろうとしても多分あかんので、半分切るのはもうこれ仕方ない。地下に釣られた宿命やと思ってくれ。ちょっとこれでもやりながら、どうしようかな。半分切ってすぐぐらいが救助タイミングかな。なんとかスキルチェック止まったね、今。ちょっと行こう。切られたね。さあ、戻ってくるか？戻ってくるね。いや、さすがに救いたいな。ここでこのままやりきられるとちょっときついので。うまくキャンプされましたね。そうそう、ダメージを与えられながらキャンプされてるので、これはね、いいキャンプですね。救いたい、なんとか救いたい。いけるか。戻ってきてるよな。ちょ、待てよ、待てよ。よし、超ギリギリで救う、これ。よし、よし、オッケー、よし、間に合った。そう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 、よし、もうやりきったやろうって若干安心して少し離れたと思う。あかん、オッケー、逃げろ。よし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 、オッケー。 あず3までついてるか。なるほど、これはだいぶ遅延されたな。まあでもこれは値千金の地下救助でしょう。これでかいよ、あの人救えたの。しかもちゃんと逃げれたしね。おっしゃー、ちょっと直してもらおう。あずさんもついてたから、うまくちょいちょいと当てられながらキャンプされたんでね、あれはナイスキャンプでしたね。いやけど、この救助はでかいと思う。というわけで、そうそう、なんだろうな、スイッチ版だと、デッドハードがね、きついからスプリントバーストにしたという話も出しましたね。で、ハントレスですけど、ハントレスですね。やっぱね、パソコン版だと PS4 と
同じようにパソコン版ではやりやすいハントレスとか、ナースとかのキラーもね、かなり PS4 版ではきついと思いますが、スイッチ版でも同様に、斧のエイムが難しくなるハントレスとか、ナースは、振り向きがね、高速でしないといけないナースとかは難しいんじゃないかなという気もしますね。やっぱり。それはPS4 版と同様でした。やった！ホイールインか。お、狩りが5分か。マジか。なるほどな。でも、今しかないよな、これ。よしよし、共感便利。あの人がチースしてくれた間にこれを壊すしかない。リン壊れてほしいな。頼む。よしよしよし。壊せる。おい。こっからやぞ。でもあの人ちょっともう死んじゃったな。でも。地下救助。地下には。あそこか。そうやな。そらそうやな。わざわざ地下には連れてけへんわな。あと、釣ればやれる状態やもんね。でも、ルインが壊れたというのはでかいですね。こっから、ハントレスの一番嫌なことをしましょう。それは、全力隠密。鼻歌聞こえたらすぐ逃げる。ハントレスで、一番よくある、僕ハントレス使って一番よく、割とよくある上に一番イライラするパターンの負け方が、サバイバーが見つからない。ハントレス使ってる人よくあると思うんですけど。索敵がやっぱむずいんですよね、クソデカ鼻歌くんで、しかも来てる方向までわかるという強烈な、あれのせいで。なんで鼻歌聞こえたら、どっかどっちから来てるかもわかるからすぐ逃げるんですが、さすがにこれは無理のようだ。次、ハントレスが嫌なこと。入り組んだ場所に逃げる。角が多いとね、ちょっと。もうね、斧もなかなか投げにくいと思いますので。てか、ここの おぞましい醸造、ここって どんどんキラーでも嫌やよね。 もう適当に走られるだけで結構きつい。ナースでもきついと思うしな、これ。ここ入れるかな。 OK。 よし。で、キュッとして、はい、そっちから来る。これは越えれるタイミング、いける。よし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 。ちょ危なかったね、今の。エイムちゃんと良かったら当たってたから。んで、次越えない。すっ。よし、オッケー。倒す。オッケー。ダメか。早いな、これ。バグしかつけてんな。今の絶対、避けれるタイミングやったけど、これはいける。いけるいける。でも、早投げハントレスきついな。で、はい。行って、これはこっち越えて、いけるね。いけるタイミングがね。で、次は、これは、板の方。違う！そっちじゃないんだ！そっちじゃないんだ！ 悲しい。違うね、今、板の方越えようとしたんやって。体若干窓の方向かってた気もするけどな。くそ。窓に座れたというか、操作がちょっと変やったというか。でも残り1個やね。ちょっとは稼げたし、丸くはないでしょう。よっしゃよっしゃ。さて、でもな、どんな立ち回りになるかな。この人ゆるキャンうまいからな。うまいこと、ちょっと離れてるように見せかけて戻ってくると思うんですね。できれば救ってほしいが、もうガン回しで直しきってほしいかな。ノーワン怖いけど、ハントレスね、ノーワンつけてる人結構いるんですよね。僕は、ハントレスにノーワンは、どうやろうと思う派ではあるんですけど、足遅いキラーにノーワンちょっとしんどいなって思うんですよ。ハグは、ワンチャン罠パンチがあるから、ノーワンもいいと思うんですけど、リージョンにノーワンとかね。いまいちかなという気はしてますが、どうでしょうね、今回のキラーは。センキュー！いや、よかったよかった。3人になったから、そんなに、きつめのキャンプはしなくなったかな。よしよし。でも、その判断が命取りということで、直したいところなんですが、今日は アドレナリンもアイアンビルもつけてないので、ちょっとセルフケアしますね。せっかくボタニーつけて、久しぶりやな。
ボタニーセルフケアあるとずさんがついててもそれなりには早く回復できるから嬉しいですね。よしよし、これはちょっと回復しよう。ていうか地下に釣られとんか。あれ助けれるかな。ちょっともうきついような気がするけど、あの人の命を使って通電しきって二人脱出かな。いやでも、まあ、ノーワンあったらそうなるな。ノーワンなければワンチャンなので、ちょっとこれ直しきろ。よっしゃ。まあ FPS 低くてもさすがにルイン壊れてる状態、帰ってったな。ルイン壊れてる状態のであれば、スキルチェックは全然できるとは思います。はい、というわけでね、まあとはいえスイッチ版でが出たら割とね、いろんなところでデッドバイデイライトが楽しめるようになるので買いたいなと思ってます。結構ね出張とかもあるので、ね、出張でいろんなところに行った時に、よいしょ、テレビにつないでやるという感じで、まあ、さすがにスイッチの画面でねこのゲームやるのはね、策的もできひんし厳しいかなとは思うんですけど。ああそうだ、あとはねスイッチ版だとあれだよね、あの結構ラグイスとか若干ラグ目は強くなるかもしれんかなと思ってて、よしよしよし、なんかスイッチって結構 Wi-Fi でやる人多いっしょ、やっぱり。ほい、OKOKOK。 なのでね、それもあって絶妙なタイミングが要されるこうデッドハードは厳しいなと、救いましたなと、はいはい、思うわけでございます。なのでスイッチ版でやる予定のある方はヒロー系パークはスプリントバーストとかがおすすめかなと。よっしゃ。じゃああとはあっちの扉を開けに行こう。よい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 よ。もう一個の扉はちょっとハンドレスがねしっかり去るまで、これはねまあ無理してもね、無理することもない場面なので、みんな回復してるし。オッケーオッケー。あれ？ん？離れ。あれ？どこっちゃ？離れへんねんけど。ん？おんのか？寝室じゃないよな、鼻歌聞こえてるし。ああ、なるほど。あれかな、あの通電したら負けの民かな。結構ね、あの通電してしまったらもうなんやろ、もういいよみたいな、通電までに倒せなきゃ俺の負けだよって考え方のキラーもまあまあいてるとは。俺も結構ねそっちの民ではあるんですけど、まあまあまあそういう感じやろな。じゃあまあ開けて出させてもらいましょう。ん、動いてる。ちょっと待って。あれ違うんか。なんかちょっとおしっこかな、おしっこ我慢できなくてちょっと行ってきた系の、行った系男子かな。いや女子か、ハントレスは。いやでもプレイしてるのは男子か、知らん。そのどうでもやそんなこと。はよ出よ。出よ出よ。はい、あ追い出しに行ったんやな。はいはい、なかなか出えへんかったから、はい、お邪魔しました。はい、では Nintendo Switch 版デッドバイデイライト楽しみですね、まあ、ポータビリティがねやっぱスイッチ高いんで僕は買おうかなと思ってます。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございましたと言いつつ、ちょっとパークみたいな、ノワはあったのか。でもノワあったらさすがにあれよな、もっと動くよな。狩りの興奮、あバベチリーズさんにね、あなるほどなるほど、まあまあオーソドックスなんで、バブシカで1本増やして、オーソドックスなハントレスでしたね。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などしていただけますと嬉しいです。また明日も見に来てね。バイバイ。